こんにちは、はるです。今回はセルの編集をする際に知っておくと便利な F2 キーの使い方を演習していきます。このチャンネルではこれまでも F2 キーを押すことでインプットされているデータをキー操作だけで編集したり、フォルダに保存されているファイル名を変更したりできることを様々な講座でご紹介してきました。さらに一度入力した数式を含んで範囲選択して F2 キーの後にコントロールエンターを押すことで値や数式を一括反映できるといったショートカットキーの組み合わせもご案内してきました。ただ、Excel でデータの入力や編集をしていると、たまにこんなことが起こります。例えば、新しく入力した値や文字列を手直ししたいとなった時に、このアクティブカーソルをセル内で移動しようとして、カーソルキー操作をすると、アクティブセル自体が移動してしまったり、また、計算式をインプットした後、中間部分の内容を修正したいとなった時に、同じくカーソルキー操作をすると、参照セルを切り替えるような挙動になってしまったりと、こういったことがよくありますよね。せっかくキー操作だけで完結させようとしても、なかなか思うようにいかないので、結構イラッとしてしまいます。そこで今回はこうしたデータ編集の課題を解消する方法をご紹介していきます。データ入力や数式の修正作業をより快適にサクサクと行っていただけるテクニックですので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。さて、本題に入る前に最初にセルのモードについてご説明しておきます。セル編集には大きく3つのモードが存在しています。具体的には入力モードと編集モードと参照モードです。厳密には今準備完了と表示されているコマンドモードを含めて4つですが、今回は入力、編集、参照の3つだけ押さえていただければ大丈夫です。このワークシート左下に示されるモードを意識しながら3つのモードそれぞれの特徴を見ていきましょう。まず何らかの文字列や値を新しくインプットする、もしくはもともとデータが入っていたセルに上書きするとセルのモードは入力モードになります。この状態でカーソルキー操作をするとアクティブセルが移動します。次に対象のセルにマウスカーソルを合わせてダブルクリックをしたり、また F2 キーを押したりするとアクティブカーソルがセルの中に入り込んでセルのモードは編集モードになります。ここでカーソルキー操作をすると、今度はカーソルがセル内で移動していきます。最後にデータの先頭にイコールやプラスマークがついていると、入力されるデータは計算式なんだと Excel が判断します。その結果、カーソルキー操作をすると、数式の参照セルを指定する動きになります。セルのモードは参照モードになっています。冒頭にご案内したセル編集の課題は、セル内のデータを手直ししたいのに、セルのモードが入力モードになっているせいで、アクティブセルが移動してしまったり、参照モードになっていることで、参照セルを選択する挙動になってしまうことでした。そのため、このセルのモードを切り替える操作が求められます。それこそがまさに F2 キーなんですね。例えば、入力モードになっていて、特に何もしなければ、カーソルキー操作でアクティブセルが移動してしまうところを F2 キーで編集モードに切り替えれば、カーソルがセル内を移動してくれます。また、数式の構築中、参照モードになっているときに F2 キーで編集モードにすれば、計算式の序盤や中間の参照先を手直しすることができます。非常に便利ですよね。そしてここまでご紹介してきた F2 キーによるモード切り替えを覚えていただければ、ワークシート上のセル編集以外で同じ課題が発生しても応用して解消することができます。例えばデータの入力規則でドロップダウンリストを挿入したいとなった時に、元の値にセルやセル範囲を指定することがよくありますが、ここでカーソルキー操作をしても参照セルを移動するだけです。なぜかというと参照モードになっているからです。数式や対象のセルをあらかた設定した後に、中ほどにある参照セルを変更しようとしたり、関数の構成を変えたりしようとするとカーソルキー操作が効かないため、マウスでアクティブカーソルを合わせてから操作するしかありませんでしたが、ここで F2 キーを押せば編集モードに切り替わるので、元の値のインプット欄をカーソルキー操作で移動できるようになります。これは条件付き書式で数式を使用して書式設定するセルを決定を設定するときに、数式の入力欄を編集するシーンでも同様です。ここにはよく if 関数や and 関数、or 関数といった論理関数を指定することが多いですが、先ほどの入力規則の元の値と同じくカーソルキー操作をするとデフォルトで参照モードになりますので、 F2 キーを押して編集モードにすることでカーソルキーでの手直しが可能になります。こちらも大変有効ですよね。ちなみにお使いのパソコンによってはファンクションキーを押さないと F2 キーが機能しない場合がありますので、 F2 キーを押してもセルの編集ができなかったりモードの切り替えができない場合はファンクションキーの同時押しも試してみてください。また F2 キーによるセルの編集はアクティブカーソルが必ずデータの末尾に配置されます。長い文字列や数式の序盤や中間にあるデータを編集したい場合はマウスでダブルクリックした方が早いこともあります。シチュエーションに応じて使い分けていきましょう。
以上のように今回はセルの編集をする際に知っておくと便利な F2 キーの使い方をご紹介しました。データ入力や数式の更新作業をより快適にサクサクと行っていただけるテクニックですので、皆さんの日々の業務に合わせてぜひ使ってみてください。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。